はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね、うん、スターウォーズトレーディングカードバトルブースターパックです。先日紹介しましたね、こちらのトレーディングカードバトルのライトサイドデッキとダークサイドデッキだね。はい、はい、こちらで遊んでみて、カードがですね、実はいっぱい出てるということで、今回ブースターパックを買ってみました。箱買いしましたね、うんうん、それで、前回こちらの動画をやった時に遊んでみたんだけど、最後の方でね、はい、あのルールが間違っておりました、はいはいはい、大変失礼しました、はいはい、うちもね、何回か遊び方動画を見たんだけど、ちゃんと理解してなかったみたいだね。そうだね、でも独自のやり方で遊んでしまいましたね。大変失礼しました、ね、失礼しました。でまだね、うちはもう完全に理解はしてないので、今回は遊びません。はい、はい、ボックス、全部で20パック入ってるみたいなんだけど、うん、そちらですね、全部開封してみたいと思います。はい、はい、では早速やっていきましょう。はい、サポリ、おお、なんかいっぱい、ああこうなってんだね。うん、はい、では20パック開けていきましょう。はい、では1パック目開けますね。はい、はい、スイッ、プルトン魚雷、イベントカードのプルトン魚雷、それと、おお、深き像、強いフォースを感じる、あ、イベントカード、おお、ターボレーザー、おお、キャプテンファズマ出た、来た、あ、これは最後説明のやつだった。うん、なるほど、出た、あ、来たね、いきなり、ほい、帝国軍パイロットだって。はい、はい、それと、あ、パナカ隊長だね、パナカ、うん、そしてワットタンバー、あ、エピソード2に出てきたやつだ、うん、反乱軍中型輸送船、あ、はい、ホスから出てきたやつだね、うん、フォースグリップ、あ、首絞められてんだね、これ、ああ、いいじゃん、うん、3パック目いきます。はい、はい、あら、また同じパイロット、帝国軍パイロット、はい、はい、探査ドロイド破壊、あ、プローブドロイド破壊したんだ、プローブドロイドだね、 B1 バトルドロイド、あ、レイヤーオーガナ、おお、出た、聡明なシクワイガンジン、おー、いいね、うん、4パック目、はい、トラクタービーム、はい、はい、精神操作、おー、うん、フォースだね、うん、ワットタンバー、また出た、あ、また出た、あ、反乱軍中型輸送船、また出た、あ、スレーブワン、おお、いいね、5パック目、はい、はい、エコー基地ガンナー、あ、後ろのやつだね、これね、うん、はい、ディスコードミサイル、ディスコードミサイルの中に、うん、このバズドロイドが入ってたんだよ、あ、リクオーリー、お、ストーリーカードだ、独立成系連合会議だって、あ、新しいストーリーカード出たね、ほんとだ、あ、グリーバス将軍、うわー、出たー、いいじゃん、うん、6個目、はい、通商連合ドロイドコントロール艦サカック、あ、これあったね、うん、精神統一、あ、これもあるね、はい、ドワーフスパイダードロイド、ブレンダーリン少佐、そう、こんな人知ったらいたな、予期せぬ援軍、おー、パルコ、はい、7パック目いきます、はい、ブラストドアを閉めろ、ワイウィング、おー、ポグルザレッサー、ジオノーシアの親分だな、これシスの作望だって、お、グランドモフターキン、グランドモフターキン、ウルトラレアだ、おお、この人ウルトラレアなの、8パック目、はい、バローラの最高議長、おお、知ることの代償、あ、これあったね、うん、IG100 マグナガード、あー、うん、グリバスの側近だ、お、ストーリーカード出た、あっただ、攻撃態勢に入れだって、おお、トレンチなんだね、はい、お、運命の子アナキンスカイウォーカー、おー、はい、では9パック目いきます、はい、はい、トラクタービーム、あ、さっき言ったね、はい、ゲートを閉めろ、あ、エピソード5だね、はい、ルーンハーコ、おー、トレードフェデレーション、お、フィン出た、フィン出た、はい、レジスタンス、エピソード7、はい、2枚目だ、はい、ハンソロ、あ、これもレアだね、うん、10パック目、はい、リクホリー、はい、B1 バトルドロイド、おー、精神統一、あれ、はい、お、お、出た、ストーリーカード、デススター防衛戦だって、うん、あー、ヌートガンレイ、おー、じゃあ11パック目いきます、はい、はい、あ、ブラストドア閉める、さっき言ったね、はい、X ウィング、おー、ドワーフスパイダードロイド、これもさっき言ったね、うん、バローラも最高技術あったね、はい、運命の子アナキン使いようか、さっきあったね、あーらららら、12パック目、はい、
エコー騎士兵士、モールのプローブドロイド、あエピソード1出てきたやつだね、うん、ナブー王室護衛隊、おゴールド中隊長、ランドカルリジアン、おついに出た出た、ジャブザハット、お13パック目いきます、はい、はい、ドクターエヴァザン、うん、あエピソード4出てきたやつだね、はい、フォースジャンプ、おエピソード1だね、B2 スーパーバトルドロイド、おあストーリーカードエピソード5、黒の中隊ブラックスコードロンだって、おバトルドロイド C3PO ヘッドデータ14目、はい、中ばっか、はい、通称連合 AAT、 シミスカイウォーカー、 お母ちゃん出た、おフォーミングスパイダードロイドCC2224 コーディー、コマンダーコーディーだ、ほんとだ、はい、じゃあ15パック目いきます、はい、はい、トリンファードメ軍のなんか人だね、ストームトルバー DF9 対歩兵大砲、はい、ビブフォーチュナー、 お反乱軍のミッシーアルツリズ、おーキラキラしてる、ウルトラレアだねこれ、16パック目、はい、ドロイドを起動せよ、おエコー基地ガンナー、はい、ロットトット、はい、おストーリーカード、すべてのエネルギーを防御シールドに回せ、おジェダイ評議会、おイベントカード17パック目いきます、はい、おパワー充電、おタイファイター、猛吹雪からの救出、おまたストーリーカード、ストーリー数による制圧だって、おおインペリアル級スターデストロイヤー、おーかっこいいね、うん、18パック目、はい、おボバフェッ ト子供の頃だ、うん、惑星防衛イオン砲、はい、はい、データポンダバーバ ー反乱軍パイロット、おおメイスウィンドゥ、おおジェダイ来た、うん、19パック目いきます、はい、そろそろエピソード7のやつがもうちょっと出てほしいんだけど、一時的な逃亡、お探査ドロイド破壊、こっちだけ出たね、はい、ジオノオシアン兵士、うん、タッグ将軍、おモッティ提督AI コンテススターコンビ最後の20パック目、はい、ワイウィング、はい、一斉射撃、はい、はい、プロトロン魚雷、はい、はい、おソリーカート、ヤビン4戦略会議、お最後かなこれが、そうだね、アクバー提督、お以上でした、はい、はい、ということで、20パック100枚のカードを開けてみましたね、はい、はい、数えてみた結果ですね、今回は85種類のカードが出ましたね、はい、全部で121種類、うん、あプラスパラレル5種類だから126種類あるはずなんだけど、うん、そのうちの85種類が出たということですね、はい、レアが24種類中20枚出ました、はい、でスーパーレアが12種類中4枚、はい、でウルトラレアが10種類中3枚出ましたね、はいはい、でウルトラレアパラレルっていうのがどれかちょっと分かんないんで、もしかしたらこの中に含まれてたかもしれないね、はい、はい、それにしてもものすごいカードの量になっちゃいました、そうだねちゃんとねルールを把握してあのゲーム楽しみたいね、カードゲームね、はい、はい、はい、ということで今回はスターウォーズトレーディングカードバトルブースターパックでした、はい、ということですごかったね、100枚開けるのって初めてだからさでこれちゃんとね保管しとく、なんかボックスかなんかいるね、うん、そうだね、これこんだけ集めたんだからさ、うん、すごいいっぱいありすぎじゃない、ね、これ、ね、すごいよね、あのでも残念だったのがフォースの覚醒がこのフィンとキャプテンファズマだけだった、はい、あこれ残念でございました、はい、もうちょっと出てほしかった、はい、ということで今日の動画はですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、あのカードバトルやってる方ぜひあの教えてください、はいそして、マイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、あと Instagram もやってますのでぜひフォローお願いします、はい、はい、ということで今回は以上でございます、バイバイ。